今回はドリルとしてもドライバーとしても使える便利な電動工具、充電ドリルドライバーをご紹介します。充電式バッテリーなので持ち運びしやすく、パワフルな力を発揮します。扱い方は簡単、1台あると日曜大工にとても重宝しますよ。それでは充電ドリルドライバーを使うために必要なものを揃えましょう。作業用手袋があると便利です。ステップ1、準備。各部分の名前はご覧の通りです。次からの説明にも出てきますので覚えておきましょう。バッテリーの充電。充電式工具ですので、使うためにはバッテリーに電気を充電しておかなくてはなりません。まず、ボタンを押しながら本体からバッテリーを外します。そしてバッテリーを充電器に差し込みます。次にバッテリー充電プラグをコンセントに差し充電を行います。赤いランプがついたら充電し始めています。標準充電時間は約3時間です。ここでポイント。バッテリーの充電回数は約500回です。バッテリーは輸送中の事故を防ぐため、充電しない状態で出荷していますので、最初に充電を行ってください。バッテリーは使い切ってから充電すると長持ちしますよ。使用の前に、正逆回転切り替えレバーを押して回転方向を決め、スイッチを押すとチャック部が回転を始めます。正逆回転切り替えレバーを中央にするとスイッチがロックされ作動しなくなります。ここでポイント。回転方向を逆にする場合は一旦スイッチを離してから行ってください。チャック部の一つ手前にはトルク切り替えリングがついています。6段階のうちお好みのトルクに設定してください。先端グリップを正面から見て反時計回りに回してチャック部を緩めます。そして先端に使用したいドライバーピットまたはドリルピットを奥まで差し込んだ後、先端グリップを先ほどとは逆の方向に回しピットを固定します。ステップ2、使用。それでは使ってみましょう。直接ネジを取り付けるドライバーとしても使用できますが、壁などにネジを取り付ける場合はピットをドリルに変え下穴を開けることで作業効率をアップすることができます。またそうすることで素材が割れてしまうのを防ぐこともできます。充電ドリルドライバーをお供にして日曜大工を手軽にスピーディーに楽しんでください。